北島先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。メルマガ読者様からの質問で、ベンチプレスで重い重量が全く上がりません。筋肉もできる限りつけて100キロぐらいは持ち上げてみたいです。どのようにすればいいですか、といった内容の質問をいただいております。ご回答よろしくお願いいたします。はい、ベンチプレスをですね、重さにこだわってやってしまうとあんまり良くないってよく言ってるんですけども、はい、ただやっぱりあまりにも重いものが上がらないとですね、やっぱ刺激が弱いので発達がしなくなるので、まあ、100キロぐらいはベンチプレスをなるべく早く、まあ、できれば1年ぐらいで100キロぐらいの重さを上げられるようになると、いいですね。はい、でこの100キロっていう重さはですね、数字的になんかすごい重さっていうイメージが最初できちゃうんですよね。それ精神的にその数字に負けて上がらないことがあるので、この100キロっていうものが壁になりやすいんです。ですからこの時にですね、100キロを上げようとしても上がらなくなってしまうので、100キロより重いものをあえて使うっていう攻略の方法があるんですよね。で例えばですね、まあ、90キロまで上がるんだけど100キロにした途端に上がらなくなってしまうっていう時はですね、105キロとか 102.5 キロとか110キロとかを補助してもらって上げて、はい、それで下ろすときだけゆっくり下ろすとか、あとはですね、110キロ、120キロというラックオフだけ、ラックから外すだけを練習するとか、はい、そういう方法もありですね。補助がいない人で、普通にジム行ってる方で、要するに友達いないで一人でしっかりやられてる方とか、補助いないと思うんですけど、うん、そういう方とかだとどうすればいいですかね。その場合はですね、こういうセーフティーバーのラックみたいのがあるとですね、はい、この高さをですね、ある程度高くして、例えば途中までしか下がらないようにして、はい、ここに1回置いてここの範囲だけをやってあげるとかっていうふうにするとですね、この重さに慣れて、あとこのクォーターとかハーフっていうんですけども、この途中まででしたら力が出やすいので、どうしてもスティッキングポイントって言って、こう力が出ないのは下の方なんですよね、はい、ここがなければ割と重いのが上がるので、上の方だけで重いのを使ってあげるっていうのを、一人でもこういうラックがあればできるので、はい、それで調整してあげるっていうのが可能ですね。一回そのラックにガンって置いてしまって上に上げるって形で。そうですね、ガンって置いて、強い勢いで置いちゃうと、はい、まあ結構響いたりとかして、自宅なんかだと大変なことになると思いますので、はい、ゆっくり置くようにするんですけども、置いて上げて置いて上げてっていうのを上の方だけで繰り返すと結構できたりとか、あとはもしくは置くと結構力がまた出づらくなるので、はい、ちょっと高めに置い、ちょっとその下げるところにも若干低くセーフティーバーをセットしておいて、はい、この辺で上げるっていう、こうつけないで上げるっていう方法もありですね。はい、それで北島先生、結構重量にとらわれないで、ちょっと軽い重量とかでしっかり効かせるっていうのをよく言うと思われるんですけど、はいはい、その今言われてるように、その100キロ挑戦するために重い重量を扱うって時は、その人によって変わるかもしれないんですけど、何週間おきにその胸の重い重量をやるとかっていう判断ってどのあたりですればいいですかね。まずですね、10代とか20代前半で若い子であれば、はい、結構毎週チャレンジしても怪我はそうそうしないんですけども、はい、まあ、20代後半ぐらいになってきたら2週間に1回とかのチャレンジに留めておいた方がいいですね。で、まあもっとそれより上になって30代半ばぐらいになってくると、かなり怪我しやすくなるので、なるべくあんまり重いののチャレンジっていうのはしない方がいいんですけども、それでもまあ100キロチャレンジするぐらいでしたら、そんなに人間の関節に対して の強度が強く求めるものでもないので、はい、まあ、100キロクリアするぐらいだったら30代後半からでも、まあ2週間に1回ぐらいはチャレンジできるかなっていうところですかね。はい、じゃあもう適度に重さにはチャレンジしていくっていう形。そうですね、あと気をつけなきゃいけないのはですね、はい、この体を揺すったりとかブリッジをしたりとかしてですね、こういう形を変えて力を出そうとすることは全然筋肉違う場所を使ってしまうので胸のワークアウトにならないので、はい、筋肉っていうのはこう電気が走ってて縮むわけですよね。ですからこの電気をいっぱい放出させるようなイメージでこうグッと上げるときにこの形を変えないでこのリミッターだけを解除するようなこの電気の放出をバーッと強くするようなイメージですね。このイメージが結構大事なんですけども、このただ
イメージを変えるだけで力が出るようなコントロールをしてあげるっていうのも、はい、そのパワーの出し方の訓練っていうんですかね、そこでだいぶ筋肉の力が違ってくるので、なんとかこういう体を変えてあげるんではなくって、もう気持ちを切り替えることによって電気の放出をバッと多くして力を出せるような訓練をしてあげると、どんなワークアウトやってもうまくいきます。はい、じゃあもうフォーム重視で、それも上げるときも結構フォーム重視するっていう形ですね。そうですね、フォームはなるべく崩さないまんま、はい、ただこの集中力だけを高めて重いものを上げるっていうことですね。はい、北島先生、本日もありがとうございました。はい。